何名かいらっしゃって声もかけていただいて大変嬉しく思っておりますよ。どうぞご贔屓してくださいませ。本年もよろしくお願いいたします。さて始まりました。私ですね、ちょうどね、このなんていうんですかね、今年始まって、昨日おとついでしょうか、那覇からのある方がですね、新年早々ね、私こういう話するのちょっとあんまりね、好きだなと思わないんですけどね、ちょっとね、なんて言うんでしょうか、悩みがあってね、新年早々悩みがあって、姫さんとっても会いたくて会いたくてね、勇気を出してきましたっていうね、3名、1人のために2人がねお月でお見えになってたんです。ですけどね、新年早々どうしてこうやって人のために悩んでるんだろうって一瞬ちょっと思ったんですけど、で本日のこの番組はですね、普段は私どんどん曲の方をお届けしていくんですが、本日はちょっと彼女のためにもね、第1回のスタートということで授業なので、それをですねちょっと、本年は人間関係に悩まない、そういう年にしてくださいっていう思いでですね、この番組進めていきたいなと思っております。っていうのはですね、要するに私がよく話を聞くと、あの人がこの人の悪口言ってああだこうだっていう感じの話なんだ、実はもう世間に一般のある話ですよね。で私から申し上げると、深入りをねしすぎたんじゃないかなと思うんです。人とお付き合いするときはある程度線引きしないといけないと思っております。特に私たちはこういう芸能活動をしておりますので、もうこの一般の方線引きをしないとね、大変なことになる場合があるんですね。だから話にこの巻き込まれるっていうのかな、そういうのがあって、ですからね、そういうことが本当にないように私はその彼女にお話ししたんですね。そうするともう本当にねすっきりしたっていうふうな、ことを言って、ちょっと話の合間にねすごくリラックスした、姿があったんですけど、安心しました。でまた続きをね、ちょっと小林明さんの曲をお届けしながらですね、また、続けていきたいなと思ってます。どうぞ聴いてください。小林明さんの曲です。どうぞ聴いてください。
はい、ただいまのはですね、小林明さんの北へっていうのをですねお届けいたしましたよ。それからですね、私さっき続きね申し上げる前に、まず私の大事なスポンサーさん、居酒屋割烹普天間亭ひろしくんのお店ご紹介いたします。普天間高校より鈴壇通りに入って50メートル左側にございます。なんと、今年はですね、なんか20周年なんておっしゃってましたよ。また詳しいことはね、また来週また、告知したいなと思っております。いろんなね企画もしてるかと思います。まだ詳しいこと聞いておりませんが、ひろしくん、いつも元気なひろしくん、お目目パッチリ、お目目クリクリね、あのとてもね素敵な大将さんなんですよ。でね、食べに行くとね、あの無口です。しかし当店に遊びに来たら一人で喋ってます。私これでよろしいかと思います。人生ってね、本当に仕事とそれからプライベート、メリハリがある生き方なんてすごく大事だと思います。それに、関連して先ほど私申し上げましたね、人との関わり方っていうの、あのね、人の悪口言ってるああだこうだっていう年齢じゃないと思いますよ、もうね。ですからやっぱりね、人の悪口言ってる暇があったらね、歌の一曲をね全部1番から3番までね歌詞覚えた方がいいと思います。もったいないです、この3分言ってる間人の悪口言ってるなんてね、1日でも喋ってる人おりますのでね、歌なんてね3分何秒なんですね。それをねしっかりね歌詞を覚える、そういう風にするとね、あの人の悪口なんてね言うこともしません。私ね、あの実は私の母、母ちゃんですよね、あの母ちゃんの言霊は神の声だと思ってます。で、母ちゃんの声は神の声だと思ってます。ですから自分が苦しいな、ああだなと思った時に、あの本当に腹から割った、友達がいなかった場合はお母さんにまず話してみてください。私はいつもそうしてます。母ちゃんってね本当に素晴らしい答えをねポンと出してくれるんですね。ですから親を信じてください。友達なんてね本当にね 100% 信じるもんじゃないと思います、私は。ですから親をねまず信じて、苦しい時も必ず私は何かのねプラスになると思います。ですから母ちゃんはいつもね学校で教えてくれないで、私の母ちゃんはいつもね運命大学を出たと言うんですね。それは普通の大学では教えてくれない運命からの習わし、それを今私にですね常にたくさん教えてくれております。っていうのは、あのバーキの中に入ったお芋がたくさんね入ってます。私の母ちゃんの言霊がねバーキに、で今いくつのお芋がね言葉として外に出たんでしょう。外に出たっていうことは、私がそれをね母ちゃんの言霊をしっかり、身に入れて、改めて人として私がこれからねまた歩んでいくことができるのかっていうことですね。日々私は反省しながら母ちゃんの言霊を大事にしてます。からです。ですから、昨日とついのね、彼女もそんなに人のことで悩まないですよ。もったいないです。ですから、そういった方からは自分が離れるべきなんです、一番。で、この方ね、グループで動いてるみたいなんですよね、グループで。でね、グループでね、出てもいいんです。勇気を出して出て、離れてください。違うね、素敵な出会いがありますよ、また。全然。だから、自分が付き合って身になる方。プラスになる方、そういう方と付き合ってください。常に母ちゃんは1たす1は5、10、100にもなるっていつも言ってます。私の母ちゃんの言霊でございました。ちょっとね、もうあと残る時間が13分15秒と、どんどん、この数字がね、減っていっておりますが、私が最初申し上げましたように、ちょっと人間関係、本年もね、人のために、人のために尽くすことはいいことですよ。
これは大いになさってください。ボランティア活動だり、いっぱいこれは大切なことです。でも、くだらん人の悪口の中に一緒に入らないこと。その方は入って頭相づつしたために、あの人が言ったっていうふうになったみたいなんですね。私からしたらもうとってもくだらない、時間がもっとてももったいないと思います。ですから、本年はですね、前向きにちょっと頑張って生きてほしいな。今生かされている命を大切にしてほしいな。私はそういう気持ちで本年も新しい年を迎えました。ラジオをお聞きのリスナーの皆様もきっと打ち当たりしている人もいるかもしれません。それから、そうだ、私も違う方向で行こうって今思った方もいらっしゃると思います。どうぞ。勇気を出して、この人と付き合ったらちょっと、人とお付き合いしてマイナスはないですよ。でも人の振り見て我が振り直そう。やっぱりこの人から学ぶこともあります。ですから、いろんな意味で自分が勉強になることに、そういった方と一緒に学んでいっていただきたいなと思っております。それでは少しまた小林明さんの曲、一曲いけるかな？お届けいたします。聴いてください。はい。いきます。なんだろう。あ、ごめんなさい。ちょっとですね、これは選曲がですね、あれ、今2番に行ったはずなんですけどね、ちょっとね、ついてくる回をね、お届けしたいなと思ってます。ついてくる回、お届けしたいなと思ってます。はい、うまくいきました。やっぱりですね、生放送です。やっぱりね、手違いもあります。ご勘弁ください。改めて小林明さん、ついてくる回聞いてください。この番組は居酒屋割烹普天間亭ひろしくん、カラオケラウンジ学び屋姫香組の以上の提供でお送りしております。
はい、ただいまのはですね、小林明さんでついてくるかい、本年もついてくるかい、ついていくよっていう感じですよね。本当にありがとうございます。私が、番組ね、冒頭でも申し上げましたけど、やっぱりね、今お猿さんですよね。あのお猿さんの3つの言葉がありますよね。私が言うまでもありませんが、このようにして本年もね、皆さん元気にですね、健康第一に、過ごしていただけたらなと私、思っておりますよ。ですね、この番組ですよね、とても大切です。スポンサーさんがいないとこの番組成り立ちませんのでね、もう一度申し上げます。この番組は居酒屋割烹普天間亭ひろしくん、はーい、カラオケラウンジ学び屋姫か組姫さん、給食当番係の姫さん、はーい、ひろしくん聞いてますか。ひろしくんのお店申し上げます。普天間高校よりすずらん通りに入って50メートル左側にございます。もうかなりの古いもうお店なので、もうご存知かと思います。私が申し上げなくてももうしっかり彼はもう有名な方なのでご存知だと思います。はい、でカラオケラウンジ学び屋はですね、松木スカイエンジェルビルの7階にございます。普天間神宮近くの松木スカイエンジェルビル7階にございます。どうぞ私のお店なので、どうぞ遊びにお越しくださいませ。最後に1曲お届けできるかな。そのままですね、これは、もう3番いってるね、もう純子っていう歌がね、途中になっておりますが、お時間まで聞けるかな、それとももう流して次行ってみようかな。女房気取りまだですけどね、もうちょっとしたらお届けしたいなと思っております。それまではちょっとね、またこのひろしくんのお店、しつこく申し上げます。居酒屋割烹普天間亭ひろしくん、普天間高校よりすずらん通りに入って50メートル左側にございます。カラオケラウンジ学び屋姫か組、給食当番係の姫さんのお店ですね。以上の提供でお送りしておりますよ。はい、そしてこの番組をお聞きのリスナーの皆様にも大きくあったかく支えられている番組でもございます。また来週お会いできたらいいな。最後の、エンディング曲になりましたね。それではもう3番終わりかな。3番のですね、これは純子、途中になります。そして引き続き女房気取り、続けていきたいと思ってお届けいたします。リスナーの皆様、来週のこの時間までごきげんよう。さよなら。お元気でね。またお会いできる、楽しみにしてるよ。バイバイ。